こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではグローバルワークで見つけたシャツアウターがめちゃくちゃ良かったので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。僕はですね、日頃から動画のネタをですねよく探しているわけで、いろんなお店を回っているわけですね。まあこの動画の中でもよく出てくるようなユニクロですとか、あとは GU ですとか、無印良品ですとか、まあそれに加えて結構日頃から回ってるのがグローバルワークなんですね。ユニクロと比べると少しだけ価格帯は上がるんですが、まあトレンド感があって、なおかつ大人の男性にも使いやすいものが多く並んでるので、個人的にはですね、結構チェックするようなお店なんですね。まあ、そのお店で昨日たまたま見つけたシャツアウターがかなり良かったので実際に買って皆さんにご紹介をできればなというふうに思ってます。もちろん今回の動画は PR ではなくて、僕が自腹で買って私服として着てるものなので、ぜひですね皆さんにも参考にしていただければなというふうに思ってます。まあ、早速ですね、もったいぶらずにお見せしたいなというふうに思っているんですが、こちらですね、まあ、いわゆるですね、シャツアウター型のアイテムで、まあ、CPO シャツとか、CPO ジャケットと呼ばれることも多いんですが、まあ、こういった見た目はシャツっぽいんですけども、生地には厚みがあって、なおかつですね、両胸にポケットがついているようなもの、こういったものをですね、シャツアウター、CPO シャツと呼んだりするんですが、これがですね、ここ数年トレンドになっていまして、特にこの秋だとか冬にですね、使い勝手がいいんですね。まあ時期としては今がですね、本当にジャストで着られるようなアイテムで、もう少し寒くなったら、この上にアウターを羽織るような形で活用もできるので、秋冬のアイテムとしてはすごく便利なのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身も結構好きで、この2、3年でかなりの枚数買ったんですが、こちら完成度非常に高くて、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなというふうに思ってます。ただですね、今シーズンはなかなかですね、これといったシャツアウターに出会わなくて、個人的にも寂しく思っていたんですね。まあユニクロでもですね、展開があったりするんですが、ちょっとデザイン的にはですね、片方だけのポケットだったりだとか、少しですね、こういった定番的な CPO ジャケットとは雰囲気が違かったので、僕の中ではいいんだけどもベストじゃないかなと思ってまして、まあ GU とかでもですね、こういったもの出たりはするんですが、素材の質感とかを考えると、もうちょっとグレード上げたいなというところで、まあちょっとですね、なかなか良いものに出会えなかったんですが、そんな中ですね、ちょっと見逃していたかなという感じはするんですが、このグローバルワークのですね、CPO シャツ、かなり良かったので、この後実際に着ながら解説をしてみたいなというふうに思ってます。カラーバリエーション結構たくさんあるんですが、僕が購入したのはブラウンですね。まあ、この色がですね、すごく良かったので、この後実際に着ながら解説をしてみたいなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。まあ、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなかですね、雰囲気がいい仕上がりになってるかなというふうに思ってます。僕はですね、こちら、サイズを S を選んだんですね。身長164センチ、53キロと小柄なんですが、まあ僕は最近はですね、あえてワンサイズ、上のサイズを着ることも少なくないんですが、まあこちらに関しては、身幅ゆったりめになってますし、肩もですね、少しドロップショルダー落ち気味になっていて、まあ最初からゆったりめの設計になっているので、まあ通常サイズを選んで、まず間違いがないのかなというふうに思ってます。ワンサイズ上げなくてもすごく雰囲気がですね、トレンド感がありつつ、かといって大きすぎないようなバランスなので、使い勝手のいいサイズ感になっているかなというふうに思ってます。まあデザインもね、すごくシンプルで使いやすいですよね。定番的な CPO シャツという形で、しっかりとした襟がついていて、オープンカラーのような形でですね、襟元から下に着ている T シャツが見せられるようになっています。そして特徴的なのは両胸についたですね、この大きめのポケット。これがあることで、まあ、シャツがですね、アウター的に見えるので、この雰囲気が個人的にはすごく気に入っています。まさに王道の CPO シャツかなというふうに思ってまして、これはですね、デザイン的にはすごく使いやすいかなというふうに思ってます。そして結構特徴的なのはですね、僕が今回選んだブラウンのカラーなんですね。まあ、ブラウンって言うと失敗するとこう、やぼったく見えがちなんですが、こちらのブラウンはですね、まあ、チョコレートブラウンのような、すごく深みがあって、大人っぽい色合いなんですね。
ですので、やぼったく見えないのがポイントで、すごく色味がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、特にですね、秋冬というのは、こういったブラウンだとかベージュだとか、ちょっとコクのある色というのが、すごく相性が良かったりするので、この色はですね、かなり一目惚れしましたね。僕自身もあまりブラウンは着ないんですが、そんな僕でもですね、気軽に着やすいような、すごく上品なブラウンに仕上がってるかなというふうに思ってます。そして、あともう一つのポイントなんですが、結構軽いんですね。まあ、服の重量感って実は重要で、すごく重たいものってどんなにかっこよくてもなんかですね、着るのが億劫になってきたりするんですね。まあ、そういった点、このアウターに関してはめちゃくちゃ軽いので、着ていてストレスがないというところも非常に大きいのかなというふうに思っています。肌触りもいいので、僕は今白系の T シャツですね、まあ、プリント T シャツなんですけど、その上に着てますが、肌に直接触れる部分もですね、気持ちがいいので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、コーディネートはですね、いくつか想定ができるんですが、今は白系の T シャツを着て前を閉じていますが、もちろん開けてもいいかなと思います。ちょっとボタンを外してみますね。内側にはですね、ちょっとプリント T シャツを着てるんですが、まあ、こんな形でプリントを見せてあげるのもいいかなと思います。まあ、こちらは僕のですね、オリジナルのブランドの T シャツなんですが、まあ、プリント部分にですね、ブラックだとかブラウンが使われているので、まあ、その部分とこのシャツがリンクするので、意外と相性が良かったかなというふうに思ってます。そして、ボトムスに関してはですね、ブラックで引き締めるのが鉄板だと思ってまして、まあ、ブラウンという色自体に少しやぼったさがあるので、そこに対して、まあ、もちろんベージュのチノパンを合わせるというのも悪くはないんですが、まあ、それよりもですね、ブラック系のスラックスで引き締めてあげた方がスタイルがよく見えやすいかなと思うので、個人的にはブラックのボトムスですね。ちょっと今僕が履いてるのはワイド気味のものなんですが、まあ、細身のですね、グローバルワークのアーバンスラックスだとか、ユニクロのスマートアンクルパンツ、そういったもので合わせてもらったりだとか、あとは細身のブラックジーンズなんかでしっかりとメリハリの効いたサイズ感を出してもらうのもいいかなと思うので、まあ、ブラック系のパンツが鉄板かなというふうに思ってます。まあ、もちろん中はですね、 T シャツでも合うんですが、その他にもですね、このシャツアウターにめちゃくちゃ相性がいいですね、バンドカラーシャツがあって、それをですね、この後実際に合わせてみたいなというふうに思ってます。はい、着替えてみました。今度はですね、この CPO シャツの下にですね、バンドカラーシャツを着たんですね。色はですね、ベージュなんですが、少しですね、グレーが混ざったような、個人的にはグレージュに近いような色味かなというふうに思ってます。これもですね、合わせてグローバルワークで買ったものなんですが、この色合いがですね、非常に良かったのと、あとはこちらもですね、肌触りがめちゃくちゃいいんですね。着ていて一切のストレスがないような、ちょっとですね、肌触りが滑らかな感じの仕上がりで、個人的にはこちらのシャツもめちゃくちゃおすすめかなと思ってます。しかもですね、これもまた安くなっていたんですね。もう在庫はあまりないかなと思うんですが、ぜひ皆さんもこちらのシャツアウターと合わせてチェックをしていただけるといいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、理屈としてはアウターはブラウンで、その下にはベージュということで、まあ、ちょっとこうグラデーションカラーみたいな形でですね、着こなしを楽しんでいただくとまとまりがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、僕は普段ですね、ブラックだとかネイビーの着こなしが多いんですが、このような秋っぽい配色をすることで、だいぶですね、季節感が楽しめるかなと思うので、ぜひこの着こなし自体もですね、結構簡単にグローバルワークだけで完結ができるので、チェックをしていただければなというふうに思ってます。まあ、ちなみに僕はですね、シャツ×シャツというような合わせをしているわけなんですね。まあ、こちらの内側はバンドカラーシャツで、外側はですね、一応オープンカラーのような形になってますが、同じようなシャツでも生地の厚みを変えてあげること、あとは襟の形ですね。ここを変えてあげることで重ね着をしても収まりがいいので、このあたりもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではグローバルワークで見つけた CPO シャツをですね、自腹で購入をして皆さんにレビューをさせていただきました。これはですね、今期のシャツアウター、いろんなものを見てきた中で僕の理想としている最も王道で使いやすいデザインだったので、まあ大人の男性にはですね、一着持っておいてまず間違いがないのかなというふうに思ってます。僕が買った時にはですね、たまたまですかね、セール価格になっていたんですね。ですので、まあおそらくですね、これを見ていただいている方も、オンラインで買ったりする場合にはセール価格になっているかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。まあ、ちなみに僕はブラウンを購入をしているんですが、他の色も良くて、
ベージュも良かったですし、あとは王道で言ったら何と言ってもネイビーかなと思うんですね。まあこれが使い勝手がすごくいいので、まあちょっとですね、こういったシャツアウター系初めてトライしますよという方は、個人的にはネイビーがおすすめかなと思ってますし、まあちょっとブラウンよりも少し明るい感じが出したいなという時には、ベージュを着ていただくのもいいかなと思うので、まあベースとなるデザイン自体がいいので、結構各色どれも魅力があるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクも貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。